こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員一宮支部です。今日は煮豆のゼリー寄せと煮豆の牛乳ゼリー寄せを作ります。今回教えてくださるのは笹原さんとそして荒木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市乙姫にある工房花さんから作品を貸していただきました。花さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。では笹原さん、今日は2種類の牛乳ゼリー寄せを作っていただくということですが、まずは何からしましょうか。じゃあ最初ですね、はい、ゼリーの素とお砂糖、ね、はい、お砂糖にゼリーの素を、ね、はい、混ぜ合わせます。はい、でこう混ぜておくとですね、うん、あの鍋にかけた時にダマにならないんですよね。お水を使うんですね。はい、お水をですね、500cc と、あとあの煮豆の汁ですね、はい、これを 100cc 入れます、うん、じゃあそれぞれのお鍋に、はい、火をつけましたので、はい、あの今混ぜ合わせましたお砂糖とゼリーの素ですね、うん、これを少しずつ入れな混ぜながら入れます、はい、もうゼリーの素が入っているので、うん、割ととろみがそうです、ね、ついてくるんですね、はい、あの作る時にまな板もいらないという ね、 そうですね。今日は、はい、本当に簡単な手軽に作れるメニューを考えていただきました、はい、じゃあ先に、はい、これを入れますね。はい、これだけです。あとこれを冷蔵庫で冷やす、ね、そうですね、はい、冷やすだけですね、はい、でそして固まったのがこちらです、はい、固まりました。うん、綺麗に固まってますね、はい、じゃそれを盛り付けていきます。煮豆のゼリー寄せと煮豆の牛乳ゼリー寄せ、今日は2色カラフルに作っていただきました、はい、ありがとうございます。メインのお料理ももちろんですが他にもたくさん作っていただいてありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます。はい、パックとしてあげる、うん、結構たく優しい甘さですね。うん、美味しい。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています。工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に暮らしの中で使える器を作っています。